眠のめ1日のうちで眠っている間が体の最大脱力状態で骨格は正しい位置に戻ろうとすることはこれまでに説明しました脳は体のリセットと同じように眠っている間に記憶などを情報整理しているようです体と脳のリセット睡眠という本能が満たされないとどうなるか人間は およそ2日間眠らないと目の焦点が合わなくなり立体感覚が低下気分はイライラ協調性が低下し思考力記憶力が減退する4日を過ぎると幻覚症状が発生し自分が人に嫌われているあるいは人が自分に危害を与えると思い込むようになるそれでもまだ眠らないでいるとまとまった話ができなくなり 左右の眼球がバラバラに動く妄想が強まる次第に指の震えが起こり無表情になるなどが起きる公式に認められている単眠り記録はアメリカの当時17歳のランディー・ガードナー少年が持つ11日間ですということはそれ以上眠らないでいることができない眠らないでいると死んでしまうのかも 睡眠と寿命の関係も明らかになっていますカリフォルニア大学サンディエゴ校ダニエル・クリプキ教授らの研究によると長寿には男性女性ともに睡眠時間が1日7から8時間が最適という短すぎても長すぎても短命であると結論付けていますもう1点布団をかけて寝るということ自体が 温熱療法になっていいるということ。うこ冷え性で寝つきが悪いという人は多いしかしそのような人でも朝起きる前に自分の体を触ってみてくださいとても暖かいはず触って冷たくなっている人はおそらく死んでいる体内の酵素は38から40度とやや高いぐらいの体温の時に活性がピークに達する 暖かい体温であることで代謝は促進され健康には大いにプラスですそういう意味でも毎日の睡眠はとても大事です快眠のコツを挙げてみます1快眠の基本は昼間しっかりと目覚めて過ごすこと日中の活動量が少ない人に睡眠不足を訴える傾向が強い昼間は活動的に 充実した時間を過ごすようにしたいものです。2、夕食後のカフェイン摂取、睡眠薬代わりの寝酒は睡眠の質を悪くする。飲酒は副交感神経を刺激して睡眠を誘導しますが体内でのアルコールの分解と同時に血管収縮が進み血圧を上昇させます。結果的に睡眠が妨害され乳眠りから 短時間で目が覚めるようになりやすいその他コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインには覚醒作用があります夕食後にカフェインの入っている飲み物をたくさん飲むのは避けましょう3眠る前に自分なりのリラックス法を持つ何が何でも眠ろうとする意気込みがかえって頭をさえさせるものです軽い読書や落ち着ける音楽 神聖効果のあるアロマの香りを利用する軽いストレッチなども個人差はありますが気分をリラックスさせるのに有効です4目覚めは日光を取り入れて体内時計をスイッチオン睡眠は一日のリズムも作っていますそれは私たちが日中太陽の光の下で起きて行動していることに連動しています閉ざされた空間 人工の明かりだけ過ごしていると体内時計体のリズムを作り出す時間は24時間ではなく25時間になってしまうそうです体内時計が1日24時間であるためにはまず朝いつも同じ時間に起きるようにしましょうまた太陽の光が入る位置にベッドを置くことも有効ですその他昼夜逆転の生活も 一日の時間をわからなくする原因です。できるだけ自然の風光を取り入れた生活に心がけたいものです。5昼寝をするならば午後3時前の20分。現代は高ストレス社会。心も体も常時ストレスにさらされています。そのような時に条件付けで昼寝が有効になる場合があります。昼食を済ませてから 午後3時前頃の20分程度が理想です昼食後すぐや夕方になってからの昼寝は睡眠の効果がいにくいばかりか夜の睡眠に悪影響が出るなど逆効果になることがあります6寝具寝室冷暖房の工夫を寝具や寝室にも気を使ってみましょう夏にクーラーをつけたまま裸で寝るのは疲労回復にも 疾病予防にもマイナスです疲れをため込む免疫力の低下にもつながりかねません寝巻きは吸湿性の良いものを選びましょう冬の寝具では重い布団を重ねるより上質の羽毛布団の方が軽くて保温効果がある場合が多い誤解を招くといけませんが値段の高い高級布団が必要という意味ではありません 古くなった面の布団でも布団屋さんで打ち直しすればふわふわで新品同様の保温効果に復活します寒い日には湯たんぽを利用するとでよいでしょうプラスチック製の安価なものでも意外と長時間暖かさが持続しますし構造的にも火けしないように工夫がなされていますそれでも熱湯を入れるのですから栓をした後は 専用カバーやバスタオルなどで包み低温やけどを防ぎましょう敷布団は柔らかすぎても凝り、腰痛の原因になりやすい特に障害がない人であれば俗に言うせんべい布団ぐらいが腰痛防止には良いでしょうただし敷布団掛け布団ともに定期的に日光に干す習慣が欲しいです保温効果が上がり 女子め殺菌にも役立ちます干し上がった布団は布団畑で強く叩かないようにします強く叩くとかえって面がほこりっぽくなりアレルギーや喘息によくありません枕の高さは低いほど良いと言われますただし横向きに寝ても首が疲れない高さでなければなりません一般的には 自分の握りこぶし程度の高さがいいようです枕に使われる材質はさまざまですが熱の持ちにくいものがいいようです定番のそば柄や最近では低反発素材を使った枕などがあります合う合わないは個人差があるので実物を試すほかはありませんただ内容物がパンパンに詰めてあるものや頭部の座りが悪い枕は 避けた方が無難です